それではご紹介いたします。川野夏美ちゃんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。つい川野夏美さんじゃなくて夏美ちゃんになっちゃうので、嬉しいです。どういうことですか？もうデビューの時から、あのパパの曲を歌ってくれて、でクラウンレコードさんに推薦したのも中村天翔でしたので、なるほど、なんか特になんか可愛くてね。ありがとうございます。デビューの頃は振袖もね着てね、本当にお祝いにいただきまして、あら、この世界にこう頑張れよって背中を押していただいてデビューすることができました。本当にありがとうございます。でも努力して頑張って今年が24年目。そうですね、この秋で24年目に入ります。さてということでね、そうなんですよ、もうね、今ではもう演歌界の似顔絵師と言われてますけど、芸術は似顔絵だということで、もう天才的な似顔絵が素晴らしい、ね、私たちもあの以前描いていただいて、描かせていただきました、色紙に、ね、いただきました、ありがとうございました。楽しく描かせていただきました。何を基準に似顔絵を描くときには注意をされてるんですか？はい、そうですね、やっぱりこう例えばくしゃっと笑われた時のちょっとこう癖だったりとか、表情の癖をすごくよく見とくの、はい、よく見て描くの、だから一つの写真というよりは何枚も見て、あ、ここが素敵って思ったところをちょっと大げさに描いたりしております。でなんか最近はなんか新作ができたそうでございまして、そうですね、なんとですね、もしもシリーズ、そうですね、ちょっとふざけ始めましたちょっとこれ楽しいじゃないですか、はい、もう大活躍のエンジェルスの大谷翔平選手が、もしも戦国武将だったらという仮定のもと、大谷翔平選手が、東北ご出身、岩手ご出身ということで、伊達政宗公の兜をちょっとコラボを勝手にさせまして、そういうことなんですね。ました、いやーこれ面白いですね。ちょっともう一つ面白いのあるじゃないですか、はい、そうですね、もしも鳥羽一郎さんが赤ずきんちゃんだったらというのをいいんですか、許可得てます、これ大丈夫ですか、事後報告しまして、なんかこれ書いた後、なんか鳥羽さんと目合わせられなくなっちゃって、すごい。本当にでも優しく、ニヤッと笑ってくださったんで、こういう表情しますよね。くしゃっと笑われるのを、くしゃっと笑いますね。これがたまらないんですよ、私たちは。たまらんのです、本当に。くしゃっと笑いが。ね、照れて、なんとなくあの感じですよね。そうですね、書かせていただきました。で、LINE スタンプも始めたって。そうなんです。絵を描く特技というか、好きなことを皆さんにもっと見ていただこうと思いまして。でもこれ LINE スタンプだったらもう本当に絵力が大事ですから。はい、そうですね。割とふざけた絵で。あ、これですか？そうですね。いやー、ちょっと可愛いじゃないですか。癒し系ですよ、これ。そう言っていただくと嬉しいです。じゃあ今日は私と、夏美ちゃんで、祝い船、歌います。聴いてください。晴れの門出の花向けに歌に踊りに手拍子を、今日はめでたい心の船で、つらいこの世越えて、どんとこいだがす祝い今度港に着くときは、
小舟孫舟連れてこい、今日はめでたい二人の船で愛の罪人と幸せ乗せて、すると亀との祝い希望の船で夢の帆柱天まで届け、舵を明日へ祝川野夏美さんと松前ひろ子さんで祝い船でした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい感激しました。ありがとうございます。なんかあんなもうすごい音域があるでしょう、はい、なんか酸素もう酸欠になりそうなくなって本当に思い出っちゃいました。結構ね、ね、はい、歌唱力がね大切ですもんね。そうですね、結構ね、はいはい、さあ続いてまいりましょう。続いてははい、はい、うん、もしもし電話受付に挑戦。ザルそば2つと天丼2つ、うん、え、クリーニング屋さんですか。すいません。ちょっと面白いんですよ、うちの光次郎君は。素晴らしいですね。もう最高ですよ。毎回ご自分でボケられて。そうなんか考えてるんですよ。自分でね、一人で考えてやってて素晴らしいですね。ちょっと電話が古かったですね。ちょっとですね、いつのだったんだろうという、ね、ちょっと古かったですけどもね。レトロな感じも素敵でした。これ何の電話の受付ですか。これはですね、コンサートのファンクラブの皆さんの先行チケット予約の日に、たまたま私事務所で別の作業をしておりまして、で時間になった瞬間に電話がいっぱいになって、ファンの皆さんからお申し込みいただいているのを事務所の皆さんがすごい世話しなく取ってくださってて、なんかそれを見てたら、ちょっとやりたいって思ってでファンの皆さんとお会いする機会も最近少なかったので、ちょっと出てみまして、ね、それはびっくりでしょう、ね、はい、YouTube で映像もあるそうですよ。あ、そうですか、うん、はい、はい、どうぞ。いいですか。はい、はい、クラミュージックです。あ、ありがとうございます。枚数は何枚桁回りましょう。1枚でさん、いつも応援ありがとうございます。川野夏美です。お、ここでネタバラシ結構話膨らみまして、お一人お一人とお話しすることができて、でもなんか声聞くと安心しますね。あ、まあ、確かにそれはありますよね、はい、でこれ結局この時は、かな先輩自身が受付されたのは何人ぐらいだったんですか。10人ぐらいの方、もっと限られた時間ではあったんですけど、できる限り皆さんとお話をしたくて、受けさせていただきました。い
じゃないですか。あれですよね、電話に出られて喜ばれるでしょ、はい、私も会社で誰もいないときついうちになるから取ってね、はいって言ったら、あらその声松前さんって言われちゃう、すぐバレる、言われちゃうんです。それではいって言うとこう違う話になっちゃうと、それまずいからもう電話絶対取らないように、あ、ね、絶対取らないように忠告を受けました。あ、そうなんですね。終わらないですものね、お話盛り上がっちゃいますもんね。そうなんです、余計なことまで言いそうだから、ね、話せなくていいと言われて喜びますよね皆さん、はい、さてここで新曲のお話、はい、聞かせてください。お願いいたします、はい。10月に発売いたしました思い千筋という歌です。はい、これタイトルがちょっと、思い千筋なんか引きますね。そうですね、どういう意味ですか。これは好きな人の絵の思いがもう溢れすぎてて、はい、もう一筋どころか千筋にも流れていってしまいそうな、そういう意味なんですね。強い思いを描いていただきました、はいはい。その恋は成就するんですか。いや、成就してほしいなという感じで終わっていくんですけれども、なるほど。ちょっと叶いそうにないけれど、あなたのことをずっとずっと待っているっていうような一途な女性の歌です。すごくスケール感の大きい作品になっています。杉本先生の作品ね。はい、初めてです。あ、初めてですか。はい。でももうどんなアドバイスをいただいたんですか。そうですね、すごく思いがレコーディングでこもりすぎてしまって、はい、途中で杉本先生に、夏美そんな怖い女にならないでくれって言われました。そうなんですね。すごく艶っぽい歌なので、優しく艶っぽく歌ってみてっていうアドバイスをいただきました。じゃあ早速その艶っぽく可愛らしく新曲を歌っていただきましょう。頑張ります。はい、思い千筋です、どうぞ。しすぎてため息ひとつ、あなたを一人待つよ、ふっておぼろ月ほろほろ泣いている風に、あなた恋し、流れ流れて千筋の思いの糸が川になる、心細さを煽るように夜風が窓を揺らします、あなたの重さ身に受けながら、絆を深く結びたい、夢うつつゆらゆら、深かたの時に、ああ二人身を寄せ、きっと今夜も船を出し追っては